ありますね、舐めてるっていうところがありますよね、私ね、人生をね。まあ、舐めてるからこそ挑戦できるってこともあるんですけど、あとまあ運がいいんで、まあ、それでも今まで何事も起こらなかったってとこありますね、まあでも今回のように準備運動がないといけないとか、やっぱそういうね、やっぱ人生には基本ってものがありますよね。基本はね、やっぱりないがらしろにしちゃいけないと。あとね、やっぱり外せない王道みたいなのがあるんでしょうね、やった分だけ結果がついてくるとか。何せ中途半端ですからね、私ね、そうなんだよね。正直小野さんはね、なんかすごい似たもの感じたんですよ。まあ勝手に感じるのも失礼かもしれないですけどね。でもね、圧倒的な違いがあって重いですね。重い、タイプとしてはもしかしたら同じかもしれない。でも思いの違いが結果に出てますよね。あちらはバージンのお金とかパッと払えるぐらいですからね、2000万とか。正直何にもないですね、まあでもいけるっていう自信はありますね。自信だけは必ず、最終的に道は違えど必ず最後には、それは絶対あります、はい、全く違う方向行ってポーンと飛んでくる、あれあれって目的地真逆じゃんっていう、真逆の方向を先に進んでってポーンと飛行機で飛んでくるみたいなね、そういうとこがあるんでね。ただそれもね、思いの力が強くないと、中途半端だと飛んでこれない。足りないな、俺には足りない部分です。